ではエビル投手デッキになります。基本的な、役割の組み方は野手と同じです。で野手と同じなんですけれども、投手に関してはスナイパーが、ね、2枚入っても、全然いいと思いますので、今回はスナイパーを2枚入れてます。レイと、野球マン2号ですね。この2人がスナイパーになります。で、進め方としてはまず野手をどんどん作っていって、で野手を作っていく過程でチケットが手に入ると思いますので、そのチケットを使って、まあ、強いね、投手のキャラクターを手に入れることができたら投手の方に、着手していくといいと思います。で今回は虹谷ね、こいつを引いてしまったので虹谷を使ってやっていきます。で助っ人キャラはまたはるかちゃんなんですけれども、これ別にはるかちゃんマストではないです。まあ、はるかちゃんね、自分の本赤の方で、フレンド登録してるんですぐ借りられるんで、はるかちゃんにしているっていうだけです。で、自前でね彼女キャラ、持ってれば、まあ、例えば虹谷借りたりしてね、やっていってもいいと思います。でまたね初心者の方で、まあ、なかなかねいいフレンドがいないよという方が、いらっしゃいましたら、一応これあのサブアカウントなんで、友達現在0人です。誰も友達がいないんで、一応35の虹谷でよろしければ、フレンド設定しておきますので、まあ、どんどんフレンド登録していただいて構いません。友達0人なんでまだまだ全然空きはあります。で、一応フレンド登録申請していただく際は、ちょっとねあのこの動画見てますよみたいなことをコメントとかに入れていただかないと、基本的に俺ノラの人ってあのフレンド登録しないんで、ちょっと分かるようにしてください。あのコメントにね、なんとかなんとかですよろしくお願いしますとか、あと通常のここのねここのコメント欄とかになんか動画見てますとか、ちょっと分かるように書いておいてくださればもう誰でも申請受け付けますんで、まあよろしければ、フレンド登録お願いいたしますと。であとはですね、野球マン1号手に入れて現在レベルが15になってます。で正直最初の時ってゲドウ君が全然足りないんですけれども、一応手に入れた SR のキャラクターですね、レベル15まで上げるとコツレベルボーナス2というのが手に入ります。でこれはコツを入手する際にレベル3で、コツを入手することができるので、SR キャラクターを手に入れて使う際は、まあ、できれば15レベルまで上げてから使っていただくとかなり効率が良くなります。でこのレベル15まで上げるためのゲドウ君に関しては金ゲドウであれば1枚で届きます。で銀ゲドウは4枚使えばレベル15まで届くので、まあ、なかなかねゲドウが少ない状態ではあるんですけれども、そのくらいのゲドウだったら、まあ、多分捻出していけると思いますので、まあ、35までね上げようとするとゲドウ君10枚近く、消耗しちゃうので、まあ、まだね、キャラクターが揃ってない段階だったらレベル15で使っていって全然いいと思います。とあと PR の大田君ですね、今回選択権であのエビル6000点の選択権で大田君取ったんですけれども、大田君は野手そして投手のね球速練習も持っている二刀流キャラになってますので、まあ、二刀流キャラっていうのはもう本当にキャラが少ない状態だと重宝します。あの野手でも投手でも入れられるっていうのはかなり強みなので、まあ、今回ね大田くんも入れてますというところで、あとこの2人スナイパー組の2人はもうちょっとあのレベル上げていくゲドウがないんで両方レベル1でやっていきます。まあ、そんなところで、今回はこのデッキでエビル投手やっていきたいと思います。では練習の方をまた始めていきましょう。で、基本的な立ち回りに関しては野手と同じになります。まず12月の4週クリスマスが始まる前にはるかちゃんを彼女にして、でかつダンジョン高校を発動させるということ。であとこの編成だとバウンサーが1枚しかないので技術点がね不足すると思います。なのでバウンサーはねちょっ と,、意識してやっていきたいんですけど、この場合は まずは黒金ですね、黒金高校をゲットしに行くと。大田くんがねなるべく被ってくれると技術点は伸びていくんですけど、あとは技術点の関係上、メカニクスは確実に取っていきたいというのはあります。
て、ここはそうだね、ちょっとでも稼いでいきますか、技術を。で、はるかちゃんが出てきてくれたので体力回復と、これ本当にでかい。で、ちょっとまたね、恋愛成就のお守りは持ってきてます。これあるとないとではもう全然違うんで、あ、これかなり美味しい。一応全部見ておきますけれども、ここはもうこれですね。精神が2人重なってたか。こればらけるとね、かなりいいんだよね。精神ポイント、まあ、当主はね、やっぱ技術と精神をかなり使うんで、でここをね、虹谷、そう、虹谷はね、コツも優秀なんですよ。虹谷のコツはね、抑えておきたいんで、ちょっとやります。でコツ4つ奪三振で、虹谷に関しては、あの金徳がね、ドクター K、 要は奪三振の、上位版か脅威の切れ味、キレの、上位版、まあ、どちらか選択で選ぶことができるんですけれども、まあ、そのね、骸骨を両方とも持ってると、かつキレと奪三振の2種類で、あともう一つ実はここにコントロールコツっていうのがあって、まあ、コントロールのね、軽減をできる、コツを持ってるんですが、この3種類しか持ってないんで、コツもね、めちゃくちゃ優秀なんですよね。で今回エビル高校に関しては脅威の切れ味がシナリオ金徳で手に入る可能性があるので、基本的にはドクター K を狙っていきます。でここはもう体力がないので、メンタルをして、ダンジョン候補をロックします。これでダンジョンはロック完了と。あとははるかちゃんのちょっと評価下を中心的にやっていきたいので、まあ、それも踏まえつついくと、ここ経験点と太田くんのコツがあるんで、なかなか美味しいんだけど、黒金の回収率がちょっと今よろしくないんで、ちょっと黒金をロックします。でここで体力を回復して、一応メンタルは最初に見ておく。なんか美味しい練習だったらちょっとメンタルで体力を回復していかなきゃいけないんだけど、 14% か。今回もなかなかいいね、やりてえな。 14% か。ただコツが野球マン2号だからな、いや、ちょっともったいないけど、メンタルで体力回復します。あそこでね、休息やると確実に次練習できなくなるんで。でこのイベントもいいんですよ、無視して練習に集中する。絶対とは言わないけど、モテモテになるんで、ならなかったね。なかなか確率は高い。でこのモテモテが発動してくれると序盤でね、すげえ助かる。それこそ恋愛のお守りいらないっていうくらい助かるんで。でここはまた黒金ロックですね。なんと聖剣、これ投手の場合って1種類しかないの、毎回これになるんだけど、なんかよくわかんないおばちゃんがね教えてくれる。そうでね、レイって敏捷ポイントめちゃくちゃくれるんだよね。最初の自己紹介のとこでも敏捷ポイントくれるし、で敏捷ポイントって投手だとなかなか稼げないんで、まあレイね、初期状態だとかなりいいキャラだと思います。これっていつまでもらえんの、今ももらえんのかな、ちょっとそこよくわかんないけど。んー、ここはるかちゃん上げつつ黒金をロックしましょう。で11月前にはね、本当だったら評価を3まで乗っけておきたいんですけど、ちょっと黒金の回収が遅れてるんで、それは厳しいかな。ここやっときますか。3人か、でも4人いるともうちょっと違ったんだろうけど、監督は関係ないよね。であとはそうだね、微妙だな、まあいいか、こっちやっちゃおう。で次でこれで黒金回収完了になる、これで黒金回収完了だね。
で速攻で使おう。できれば先に黒金を回収したい。早めにね強化を乗せれば乗せるほどチャンスが増えるんで。さてここはしらす、しらすも精神ポイントだからどうだろう。そこまで枯渇することはないと思うけど、まあ、一応2人いるんでやっておきましょう。はるかちゃんの評価もね上げなきゃいけないんで。でまた虹谷で、虹谷のコツは本当にね回収したくて、基本的に、コツを取ったらもうそのままレベル3で取っちゃいます。でね、スタミナかコントロールかってちょっと悩みどころではあるんですけど、ちょっと虹谷のコツ本当に欲しいんで練習か、まあ、練習でもね結構経験点くれるんで、まあ、それはそれでなかなかいいんですよね。で虹谷の金徳イベント、ノーレインノーレインボーというのは上で進んでいきます。でまたちょっとここ3人か、なかなかいいんだけど、なかなかいいんだけど 22% はちょっときついんで、ここは普通に休みます。でここで上を選ぶと、金徳ドクター K に進んで、変化球にすると驚異の切れ味に進んでいきます。ここはドクター K を取りに行きます。さて次、ここだね、まあ、レイもね驚異の切れ味を持ってるんでコツをくれればいいんですけど、まあ、レベル1だからね結局コツも1でしか手に入って、このイベントは、まあ、別に野球は2号使ってる人そんなにいないと思うんだけど、ほっといて帰っていいです。超どうでもいいイベントなんでこれ。3人か、3人ロックはいいけどな、名教高校なんだよね、いらないはいらないよな。だったらちょっとはるかちゃんの評価上げとこう。しらすだし、でこれはクリスマスに間に合わなかったね。てか虹谷のイベントが終わった。でここでのイベント経験値も結構高い。さて試合経験点、投手に関してはねちょっとね試合経験点今の段階だと微妙は微妙なんだよね。でここはねしらすを回収しに行きますか。少しスタミナ上げとくでもいいか。大田くんのコツもあるんで、ちょっとここはスタミナで経験点を回収しに行きます。で伸び、あ、はるかちゃんちょっと遅いよ、ちょっと遅い。でここで告白が起こると、あのお正月のところもちょっと使えないんですよね。このまますぐ初詣イベントになるん でちなみに評価が低いとね告白は来るけど初詣イベントが発動しない可能性はある。大凶だったからいいや。でそうすると次いつダンジョン高校を発動させるかっていうと、一応バレンタインを目安に発動させたいんで、まあしらすを回収しに行きますか。でそれまでになるべくねはるかちゃんの評価上げておきたいんで、4とかあればでも追加の経験点マックスになるのかな。でこれも回収したいよな。てか虹谷のコツがあるからな、やろう。ポイントか。でダブパワーで大田くんの PR イベント、これ体力回復するんでなかなかいい。でこいつのイベント本当マジなんかクソみてえなイベントばっかだよ。これ全部あの赤得なんで一番下にしてちょっと体力を回復する。なんなのこのゴミイベント、マジで意味不明なんだけど。で虹谷のコツ、他は特に絶対これやりたいなっていうのがないんで、その場合は二次体のコツを振っていきます。で、キレも回収しちゃいましょう。で、キレを取るのにもね、敏捷ポイントが必要になるんで、もしイベント経験点とかで敏捷ポイントをゲットできるキャラがいないと、ちょっと意識してね守備練習をして敏捷ポイントをゲットしていく必要があります。
キレ3で、一応 B ショポイント5必要になってで脅威の切れ味で7必要なのかな1だった場合で、1月の4週間どうしようか、なんかもうそろそろ、いやもう一回練習したい気もするけど、なんかいいロックもないね、いいロックもないから、ちょっとここからイベント経験点使ってデートを進めていっちゃいます。はるかちゃんもあれだな、完璧だな評価が。で一回ちょっと見る、でもう絶対これロックしたいっていうのがあればそっちをロックするんだけど、特にないからデートしよう。3人とかロックできればねかなり美味しいんで、2人はデートした方がいいかな。でバレンタイン、まあ、ただデートが進んでないんでここでコツを手に入れることはできないですと。2人か、ちょっとやりてえはやりてえな。あ、ただこうタックフィニッシュが決められるね、それはそれでやりたいな。え、どうしよう、やっちゃおう、2人ロックしよう。カラデートさえなければ1週間余裕があるんで。で、葵ちゃん、葵ちゃんの経験点も分かってる。てかね、これね、ちょっとときめこうにしよう。これね、成功失敗が両方あるんだよね。で下にするとはるかちゃんの金徳の骸骨、上にすると野球マン1号の骸骨になるのかな。なんでよくよく考えたら上選んでもよかったけど、上を選ぶと失敗するとはるかちゃんの評価下がるんだよね。どっちもどっちっていうところかな。結局はるかちゃんのハイスピンジャイロの骸骨も最後手に入れることができるんで、まあ、それを狙ってもいいとは思います。で、球速144まで一旦上げて、あと変化球、変化球ね、やっぱ3種類欲しいよね。どうしようか、ちょっとスプリット覚えてみる。スプリットを伸ばそう、5、いやここら辺適当だよ割と、まあ、今のところはね査定がどうのこうのっていうよりはパワーチャレで使う選手を入れ替えていくっていうことが目標になってるんで、アグレッシブハルカ、これもちょっと下にしよう、経験っていっぱい入んな。で最後のデート、でここはもう普通に上にします。下だと何なんだろう、上だとねハイスピンジャイロになるんですよ。ハイスピンジャイロって名前がかっこいいよね、相変わらずの経験点量なんで。でここで、ダンジョンが切れたのでまたちょっと練習をしていきましょう。で投手の場合はね、今回スナイパー2人入れてるんで精神が割と余裕があるんですよ。なので精神ポイントを使うやつはね直取りもしちゃっていいと思います。さっき根性手に入れたんで根性も使う、で尻上がりも割と精神系なんで使っていきます。でドクター系取るでしょ、でハイスピンジャイロももう取っちゃっていいよね。で勝ち運取ろう、勝ち運があれば結構役に立つ特殊能力なんで。でまたちょっとロックに走るけどなんかいいのがないね、ここ回収しちゃう。てか野球マン2号またタッグ組めないんだ。で暁大付属、野手の場合は敏捷ポイントでしたけれども、基本的に野手で敏捷ポイントになるものって投手だと変化球ポイントに切り替わります。あ、ここはやりたいっていうかメカニクスが全然ロックできてないね。ちょっとメカニクス1人だけだったとしてもロックをしていきますか。ちょっともう4月に入るんでその段階で3人残ってるのはなかなか厳しい、まあ、ただメカニクス自体がね3人で済むっていうのが本当助かる。でメカニクスが出たらちょっとやっていきたいけど出ないね。
ブレインマッスルはまあこれでロック完了か。こいつもほんとコツくんないよな。っていうかもうコツ取り尽くしたか。脅威の切れ味と打たれ強さしか持ってないから2つ取ってあるね。いや出ない、なかなか出ないな。悩みがあれば即参上。これはねこれ結構いいよ。回復するやつ、回復しつつ怪我しにくさ丸になるから、あの直に手に入れられるから。丸ゲットしたらちなみにねそのまんま20丸になるから。ここ3人か。でも精神2人ってもう別にいいんだよな。それを考えると結局でもコントロールか、これしとこう。コツでの経験点が手に入るんで。で大田くんできれば回復してほしい。 OK。 ちょっとこれメカニクスの回収がかなり厳しいね。どうしよう、まあ、経験点的にここを狙っていくか。ちょっと精神の経験点がかなり余ってんな。コントロール、球速、まあ、タックフィニッシュが決められるのでやっておきますか。ちょっとこれメカニクス無理だな。伸びクイック投資、投資潰すか。いろいろ発生するな。先発でね、コントロール上げてないのはあのコントロールコツを手に入れられる可能性があるんで一応置いておいてる感じですね。ただ現実的にちょっといいにはしておこう。技術ポイントがね全く足りてない。やっぱり打球反応とかってか敏捷ポイントすげえパンだ。投手も取るでしょ。あと緊急登板も取っておくか。バント封じ、まあこんなもんかな。じゃあ試合に行きます。投手の場合ねバウンサー1枚でいくとこれメカニクス取れないと相当経験点厳しいんで、やっぱり意識してメカニクスを取りに行くべきだったね。もう次練習できないんで体力量からして。まあ、精神のところにねメカニクスがいっぱい来てくれたらそれでいいんだけど、そもそも誰もいない。2ヶ月で3人はちょっと無理だよ。アウトロー9位か。これメカニクスがいない。どうしようかな。これロックしておく。いや技術ロックしておこう。変化球練習は結構やる可能性があるんで。もうちょっと大田くんを追っかけて技術を稼いでいくか。そうするとこれもまあ上でいいや。技術精神、はい、おいいねいいねいいね。これでタックフィニッシュで、タックフィニッシュをね3つ決めると脅威の切れ味が手に入ります。3箇所ね、3回じゃなくて3箇所。要はこの今ダイヤのマークが色ついてるじゃないですか。これがね3色色つくと手に入れる。ゲーこれ超おいしい。二次体のコツもある。ただ 31% 前回なんかね通過したけどね。やる価値はある。 OK 通過した。コンコツくれコンコツ。よし OK、まあ、3でもいいやとりあえず。でここは何がいいかな。洗おうにしてみようか。
ちょっと投手だと何もらえるかあんまり把握してないんだよね。逃げ球か。てか全然出てこねえな。メカニどうした。よしチュンチュンめっちゃ回復した。残り練習開始は3回。あー虹谷がいる。でもなちょっとタックフィニッシュもう一個決めたいんだよね。ロックだけしておこう。レイと野球マン2号がコントロールなんでうまくいけば出てくる。でうまくいかないからメカに今出てきてももう絶対回収できないんで、じゃあちょっとここにするか。で虹谷に関してはね球速と変化球の特有練習2種類あるんで、だから強いんですよね。でタックも強いし普通に。ここら辺はもうちょっと無理だ。どうしようか。寝るか最後で。結局手に入れられたのは、筋力変化球精神足りない技術がで精神なんてもう有り余ってるでしょどう考えても。でちょっと変化球、じゃあちょっと速い系でいく。高速スライダー3で3種類欲しいからどうしようか。高速シュートポイでソウルセメタリーで、じゃあ変化球ポイントをちょっと300ポイント取っておきます。でここは寝よう。さてあとはなんかあんまないね。じゃあコントロール練習して少しでも技術点を稼いでいきましょう。でピッチャーの場合はちょっと選択肢が何個かあって、ガチで経験点を狙いに行くんだったらサクッとにするんですけど、これ負ける可能性も結構高いんで割とね、ハイリスクハイリターンっていうような感じで、しっかりピンちゃんが、まあ、一番の安定安定ではあるけど試合に時間がかかる。でちゃっかりチャンスは自分の経験点下がるかもしれないけど結構ね試合が早く終わるという感じになってます。なので結構うまくいってるって安定取りたいときは、まあ、しっかりピンチャンでやって、でちょっとガチで死ぬ可能性もあるけど本当に経験点叩き出したいんだったらサクッとにして、まあ選手を量産してるときに関してはもうこれでいいと思います。ピッチャーなのに投手操作しないのちょっと申し訳ないけどこれでやっていきます。失点はね自動で失点しちゃうんで点を自分で取って勝ちに行くっていう感じですかね。打撃練習にはなる。パワーじゃなくて人が G だ。パワーがそこそこあるだろう。ローボールヒッターだし石田くん、ある程度ね点を取るとねもうあと勝手に進んできます。自動的にチャンスが訪れることもなく、だからこれね試合での経験点がねちょっと少なめにはなるので、ガチ育成の時には、まあ、やっぱりピンちゃんが一番いいですかね。で経験点的にはねここがいいんだけど、今少しでもコントロールで技術を稼いでいきたい。うまくいけばなんかスカウトさんが10ポイントくれるんで OK ですと。どうしてもねレイと野球マン2号がレベル1なんで技術が稼げないのが痛いんですけど、これもチャンスでいきます。間違えた。で変化球高速シュートホイホイと一応3で、あとこの変化球ポイントはそうだね、結局脅威の切れ味取れなかったんで割と変化球ポイントに余裕はあるかな。球速上げていきますか。球速上げるのにも技術ね結構使うんで、多分ねコントロールもこれで精一杯かな。じゃあ行きましょう。
せっかくねコンコツ手に入れたけど、バウンサーはね2枚あった方がいいかもしれないね。投手の場合はバウンサー2枚の。でもね、あの変化球で優秀なキャラクターってやっぱね役割がレンジャーなんですよね。レンジャーどうしてもね2枚は入っちゃうと思います、編成的に。そこが難しいところだよね。エビル追加点のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面で具志堅。俺具志堅って名前なんだ、今更だけど。ワンアウトランナー2塁という場面で矢部くんはねかなり強い。あのチャンス三角持ってるんだけど基礎能力結構高いんで、てかこいつなんで光ってんだ。センターへ持っていったエビル1点入りました。点を取られている。ワンアウトランナー2塁という場面で早山。たまにね、あの一般キャラでもなんか超強いやついるんで、うわ、危ねえ。何失点した ?2 失点かね、途中で降板したんだな。虹谷。いや、これ虹谷できない。で、ポンコツ5になりましたと。ポンコツ5になったんだけど、無理だよね。正直精神300取ったところでさ970とか、もうスタミナ A にしとこう。で球速は152にしておきますか。余りすぎでしょ精神。バウンサーにレンジャーにかな。でちょっと意識して精神を上げていくというのがいいかもしれないですね。ちょっと B 賞ポイントだからチャンスでも取るか。チャンス取って弾道も2にしておこう。で逆境取ろう。ちょっと筋力ポイントとかなんかもったいないけど、余ってるわけじゃないんで、筋力ポイント余ってるわけじゃないんだけど、精神がねさすがに余りすぎてる。でムードも取っちゃおう。ちょっと待って、やっぱりさクイック欲しい。クイック、せっかくコツ手に入れたから。で伸びは20番にしておこう。でもまだ600あるからね。もう野手でなんか欲しいものはないからいいや。てかそもそも技術がなくなったわ。空になってしまった。で牙なんだよね本当にね。牙はね打ちづらい。で投手2点入れられてるし、でやるときはもうミートはね控えた方がいいですね。でこの変化球をうまく持ってくるけど持っていけない。でこれは爆速で次はわからん。でこれは変化球、何かは分かんないけど。あーでもタッチアップしたか。また俺かい。でこれ爆速、ちょっと見送ろう。で次は何か分かんない。でこれは変化球、ちょっと狙ってこう矢部くんだから。あー高速スライダー。でこれも変化球だけど、こうでこれ爆速、球が重いおかげで助かった。で爆速見送る。で次はよく分かんない。で爆速、うわ厳しい。で変化球、分かっててもね、まあ、独身術ほどじゃないかな。爆速狙ってくる。で変化球、うわーミートが小さいこいつ。で爆速狙ってこう。無理だマジ無理だよ。やった、変わった。第9低めフォークは外れても、第2球投げました。このうちに狙い撃ちにしてちょっとでも点を稼ぎたい。投げました。ちょっと待て、打ちました。それは内野ゴロ、アウト。スリーアウト。まあ大丈夫か。闇のに変わってたね。でコツ
これはまあ2次点だから取っていきましょう。で筋力と変化球で、ここも打ってきます。なんか上げられんのある？精神、精神の余り方が半端ねえな。まあ、とは言ってもね、バウンサーを2枚入れる手札がないんだよね今のところ。エビル先制のチャンスです。ノーアウトランナー1塁3塁という場面。こいつマジで何持ってんの？フルヒッターか。さあ次の投球、打った当たりが抑えた。ボーダースタートを切ったエビル。ワンアウトランナー1塁3塁という場面で大抜き投げました。見送ったボールアシストなんて、打球伸びも持ってんのか。さあ次の投球、エビルとこよくわかんねえな。伸びの打球よ。取られたんだけど。エビル追加点のチャンスを迎えました。こいつブルヒッタ持ちだっけ？あ、こいつか。もう一回セカンドへ牽制球。第9投げました。もうまずは外角。投球これから2球目。引っ張れ。打った。ブルヒッタ。セカンドゴロ正面。アウト。エビル。ミートはね小さすぎるんだよとにかく。投げました。見送ってボール。第2球。めちゃくちゃ警戒されてんの。なんで三塁にいるの？第3球を投げた。もう外角へ。第4球を投げた。ジャストミート抜けた。エビル早い。レイリーさすがに早いな足。あ、ちなみにこれチャンスが来ないとね、1回も打席回ってこないで負けて終わる時もあるんで、要はチャンスって二塁に人がいる時なんで、あの完封されると1回も打席回ってこないです。完封ってその完封って意味じゃなくて、あの二塁にね出れないときね、これレンチを技術で、ここも打ってく。153まで来たか。ちょっとスタミナ S にしとこう。いやマジでこの精神の余り具合なんなの？なんかある？精神を、精神だけすごい使うやつはもう取っちゃったからね。技術もねやっぱり伴ってくるんだよね。要所とかさ99使うけどさ、いやいや取ろ。技術が足りないからな。速球対抗心、あ変化球対抗心いいね。前回アウトロー先に取っちゃおう。次全開取るか、試合での経験点で。お待たせいたしました。エビル、お、レイリーいいね。レイリーちなみにね独身術持ってるんで、たまに独身術が発動しますね。普通に切り裂きタイムリーツーベースヒット。エビル、なおもチャンスが続いています。投球これから2球目、決まったストライク。厳しいところを抑えてきますね。第3球無理、打ちました。エクスカリバー本当に打てない。アウト。エビル同点のチャンスです。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で塩見、これはどうだ、よし。ヒット塩見、ナイス。やべ頼むぞエビル、なおもチャンスが続きます。やべえ、危ねエクスカリバー前に飛ばなくてよかった。一気に追い込まれた。変化球にキレがあります。投げた。やべ、お前がヒーローだ。これはヒット、ランナー二塁でストップ。エビル、ここで逆転。接戦丸。投げました。どうだ、エクスカリバー破れたり。エビル、あ2失点か。なんとか頑張ってくれたな。やっぱ野手と比べるともう全然経験点違うからね。でドラフトは1位で先発にします。もうスタミナが S あるんで。でここは、一番上がキレ、ただしキレは取ってあるのでいらない。でグラブにすると球持ち、まあ、今回これを取りに行きます。ボールにすると、ジャイロボールになるんで、ハイスピンジャイロを取ってジャイロボールのコツが持ってない時にはこれを選ぶのもいいと思いますけども、今回あるんでグラブにします。まあ、はるかちゃんはね、ここら辺も本当優秀だよね。
ってもう毎回このエンディングだから。というわけで、まあ、大体経験点はね8000前後で収まると思います。もうちょっとうまくいくと8500とかも出せるんですけど、であとは調整コントロールどうする、ちょっと D にはしておきますか。じゃあ技術が、でせっかく球持ちのコツをつかんだんでこれは取っておく。で変化球ポイントがかなり余ってるんで第2球種とか取りたいんだけど技術がちょっと足りなさすぎるんで、どうしようか。高速サイダー覚えて、あと無理、あシュートが覚えられるギリギリ、はい。で筋力と精神か、球速1キロ上げられる、あギリギリ上げられんな、これ球速1キロ上げる、それとも特殊能力を取っていくか、なんかある、いいの、安全圏、先制ストライク、速球対抗心、前回取ろうって言ってたんだよね。前回取っても球速は上げられる、ここが限界か。あとは触れるだけスタミナに振って終わり。だいぶ精神に悩まされたね。という感じで、ちょっとお名前は先発、これさ最近知ったんだけど、このカナカラか、カナカラさ漢字に変換できんの、多分俺の動画ずっと見てくれてる人はいつも独身術キャラ作るとなんかもう漢字から言ってたじゃないですか、これカナカラいけたんだね、全然知んなかったわ、多分これ千何人作ってたけど初めて知ったから。で先発なんで、で OK ですと、という感じで、まあ S3、まあ大体この感じかな。今回脅威の切れ味が取れなかったんで、まあうまくいけばまた S3 から大体ね S5 のキャラで、安定すると思います。まあこんなところですね。だからこれチャレと変わるんだからさ、もう全然いいでしょう。だってこれ投手何人目、多分4人目とかだよ、投手4人目でもうこのくらいのねクラスの選手が作り出せるんで、まあ、やっぱりね結構インフレっていうのはしてると思います。今の環境から始めると、だからもういきなりね強い選手が作り出せるんで、まあ、あとはね高みを目指そうとすると時間はかかりますね。まあそんなところになります。なので先発の投手は、まあ、俺的にはやっぱ変化球は3種類欲しいかな。一応基本的には444で、あと伸ばしたいやつを伸ばすという感じになります。で、まあ、投手に関してはねもうちょっとオリジナル変化球とかをね持ったキャラ、葵ちゃん最初に手に入れたんで、まあ、今回、野球マン1号を入れましたけど、そういや野球マン1号完走できなかったね。だからそこら辺のイベントが、完走できなかったり完走できたりでもう少し選手の質っていうのは変わってくると思うんですけれども、まあ、ちょっとねいろんなデッキを試してみて、まあ、どういったのがしっくりくるかなというのを、まあ、探っていければと思います。というところで、じゃあ今回の初心者の館投手編はこれにて、終了したいと思います。また何かご質問等ありましたらコメント等でいただければお答えいたします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。